こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、関東連合後半パート2ということで、市川海老蔵暴行事件、朝青龍暴行事件、で六本木クラブ襲撃事件、このあたりのお話をしていきたいと思っています。もし前半聞いてない方がいらっしゃればぜひ聞いていただきたいと思います。関東連合はやっぱりですね、この芸能界との深いつながりで、今連載されてる例えば東京リベンジャーズのような、漫画の、原作にもなったということで、僕らの知ってる漫画とか芸能界とのつながりみたいなも含めてお話をしていきたいと思っています。前半でお話したのが2000年に起こった東洋ボール殺人事件、これはその全く関係ない人を敵対する勢力であるというふうに勘違いをしてですね、関東連合のメンバーが、この18歳の少年を、こう殴り殺してしまったというような事件でした。で、西新宿事件はですね、関東連合の後継人でもあった金村武宏さんという、30代の男性が、誰が犯人かわからないんですけれども、敵対する勢力によってですね、殴り殺されてしまったという事件です。で、実はこの西新宿事件によってですね、この関東連合の見立て新一ら幹部はですね、敵対する勢力である木村兄弟が犯人であるというようなことを思ってですね、この木村兄弟と関東連合の対立がさらに深まっていったというようなことが前半のお話でした。で、そんな中起こった事件が11代目市川海老蔵暴行事件という事件で、これは2010年の11月に起こりました。これが起こったのはですね、港区の西麻布の飲食店です。で、この事件の登場人物は市川海老蔵で、石本太一で、伊藤理音です。で、それ以外にもこの場所にはですね、芸能人とかも同席してたというようなことが言われています。実は多くの芸能人がですね、この関東連合とは関わりを持ってまして、で、この事件の現場になっていたこのビルの中にあったバーには、そのいろんな芸能人の方が出入りしてたと。それこそあのジャニーズを辞めたあの人とか、あとはですね、麻薬事件を起こしたあの人とか、あとはですね、めちゃくちゃ綺麗な女優のあの人とかも出入りしたというようなことが言われています。で、市川海老蔵事件は、2010年の11月25日の午前5時ぐらいですよね、朝ですね、にこのバーでですね、市川海老蔵と関東連合の元リーダー、これ見立て新一とかから3つ4つぐらい年下のリーダーだった石本太一がですね、一緒にお酒を飲んでたんですね。で、市川海老蔵さんはお酒癖が悪くってですね、もう石本は飲みすぎて倒れてしまってる状態なのに、こう髪の毛を掴んでですね、こうテーブルに打ちつけて、お前だらしないぞみたいなことを言ったりですね、テキーラを灰皿に入れて、お前これで飲めみたいなことを言ってたんですね。で、この石本太一の、ボディーガードをやってたのが、さらに一つ下かな、の伊藤理音です。伊藤理音は知ってますか？黒人の人と日本人の人の確かハーフで、もともとサッカーめちゃくちゃうまくて、ヴェルディかなんかの下部組織にも入ってたんですけども、そこからちょっとヤンキーになってしまってですね、この関東連合に入っていったんですけど、とにかく喧嘩が強い。ネットにはですね、この伊藤理音がですね、最近ですね、沖縄の方で、ヤクザのグループと喧嘩してる映像なんかもあるんですけど、もう何人のヤクザと戦うねんみたいな状況でもですね、普通に戦ってるんですね。恐ろしいなと思うんですけど、その伊藤理音がいました。で、石本太一先輩にですね、この頭から酒をかけたり、灰皿にテキーラ入れて飲めって言ったり、髪の毛ひっつかんでテーブルに叩きつけたりしてるのを見てですね、何やってくれとんねんというので怒って、で、市川海老蔵をボコボコにしました。
で、この時はですね、もう市川海老蔵の頬の骨が陥没したりとかですね、まあ、目からも出血したりとかですね、鼻が折れて前歯も折れるという、もうとにかくボッコボコにされたということなんですね。で、まあ、市川海老蔵は逃げ帰って、で、奥さんの小林真央さん、まあ、今はもう亡くなってしまいましたけど、が7時20分ぐらいですかね、朝の110番通報して、まあ、救急車で病院に搬送されたということなんですね。で、確かその夜にですね、お父さんの團十郎さんが記者会見して、でその何日か後に、まあ、手術されて、ほんまにもう年末ぐらいかなに市川海老蔵が会見をしました。でその時に、まあ、顔とかはまあ治ってたんですけど、目がまだ赤く出血してた状態でした。で、犯人の伊藤理音ですねは、まあ、その後、まあ、実刑判決ですね、懲役1年4ヶ月の実刑判決が出ました。でこれで結構その関東連合ってなんやみたいなのを僕らは知ったような印象があります。でさらにですね、関東連合の名前を、まあ、僕らに深く刻んだのがですね、これが、同じく2010年なんかな、その前にあったのかな、朝青龍事件です。でこれは現役の朝青龍が、まあ、横綱やった時ですね。でまだ29歳でした。で、まあ、朝青龍がめちゃくちゃ強かった時ですね。マネージャーを殴ったかなんかで、朝青龍がそのちょっと問題を起こしたみたいなになって、でその後ですね、この相撲協会がもう引退しなさいと、まあ、いうことになって朝青龍が引退しました。でこの事件を実はですね、朝青龍が殴ったのは、関東連合の川名剛という、まあ、幹部だったというようなことが言われています。で実はこの川名というのはですね、この見立て新一、これがまあ関東連合のトップなんですけども、よりもまあさらに上の学年なんです。でこの川名がですね、実はこの商売とかがむちゃくちゃうまくて、で、まあ、関東連合と芸能界をギュ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 ッとくっつけたと、まあ、いうようなことが言われています。で川名はですね、その、まあ、この関東連合という、まあ、半グレ集団をやりながらですね、このアダルトビデオの会社なんかを作ってですね、でいろんな企業の、まあ、経営者の人とか、まあ、芸能人に、あのいわゆるあのガーシーみたいなことをしてたんですね。この女性をアテンドするというようなことをしてて、まあ、すごい重宝がられていました。でそういう企業とか、あとはその芸能界とも深いパイプを作って、でさらにはですね、まあ、女の子とたくさん知り合うので、自ら芸能事務所とか、あとはまあアダルトビデオの会社を作って、で女の子らをそういうのに出演させてお金をまあ儲けていたと、まあ、いうようなことが言われているんですね。で同時にですね、まあ、このバーとか、まあ、そんなんもいろいろ経営して、まあ、そこに朝青龍が来て、で朝青龍が酔っ払って、そのオーナーであった、川名剛を殴ったと。で川名はまあボッコボコにされたんです、朝青龍に。で警察に駆け込みます。でこのあとですね、川名が実は示談金として、まあ、当時横綱なんで、まあ、横綱がその、まあ、半グレ集団とはいえですね、そのまあ、一応一般人という肩書きやったんで、をまあ殴ったということは大スキャンダルになると、これあの示談金取れるぞというようなことで、示談金で朝青龍を揺すったと言われています。で相撲協会がですね、もともと朝青龍、多分相撲協会嫌いやったんで、これを機に朝青龍を切ってしまったと、まあ、いうふうに言われています。まあ、ですがあの朝青龍もですね、まあ、いろんな世界とつながりがあったんで、結局川名は賠償金として取れたのは1500万円程度やったというようなことが言われています。でこれが朝青龍事件です。でその後に起こったのが、次は2012年の9月2日六本木クラブフラワー襲撃事件です。でまず事件の概要だけ言いますと、これはですね、関東連合のメンバー10人が、この六本木のロアビルという、まあ、
複合ビルの中にあった、まあ、フラワーという、まあ、このクラブですね、あの踊るクラブですね、そこの、まあ、VIP ルームにいた32歳ぐらいの男性を、まあ、こう鉄パイプとかバットで殴ってですね殺害したという、まあ、そういう事件なんです。で、まあ、前半このポッドキャストの前の回と今回でも、まあ、この木村兄弟という、まあ、存在をお話ししたと思うんです、東京リベンジャーズのもうマイキー佐野万次郎のモデルとなった木村兄弟の兄木村太一郎でその弟幸次郎がこの関東連合と対立しましてですね、でまあもともとはこの自由を愛してたようなこの木村兄弟もですね、まあ、関東連合と対立する中でですねやっぱこう力には力で対抗せなあかんということになって幸次郎の方はヤクザになったりします。で、結構この振り込め詐欺とかですね、まあ、いろんな犯罪に手を染めていくんですね。で、まあ、関東連合の方もいろいろ高利貸しとかもやってたりとかですね、闇金ですね、そんなのもやったりして、あとはあれですね、あの関東連合の方は特にあのあれ何だったかな、あのマルチ商法とかにもまあこう手出したりしてたということです。であれはこのどんどん幹部の方にのし上がっていったらあのそれなりにお金が入ってくるということなんで、まあ、そんなんもやってたということなんですね。でこの木村兄弟と、関東連合は対立していろんなところで揉め事が起こります。でそれこそですねこの、まあ、木村兄弟が関東連合をボコボコにしたり関東連合のメンバーがこの木村兄弟をボコボコにしたりとかしていました。でそんな中で木村兄弟の弟幸次郎の方はですね足を関東連合にやられたんで、まあ、引きずるようになってたんですね。で、幸次郎は単発でした。でその雰囲気と全く一緒の人がこの六本木の、クラブフラワーにおると、まあ、いうことを関東連合の石本太一が、まあ、この情報を掴んだそうなんです。でこれ別人なんですよ。でこの頃にですね関東連合はもう木村兄弟見つけたら殺せと、まあ、いうようなことを言ってたそう でその弟の方幸次郎がおるという連絡があって、まあ、これを知った、見立て紳士らメンバーが金属バットを持って、このクラブフラワーを襲撃しました。で、そこにいたのはですね、まあ、見た目は似てたんですけれども、まあ、実は、木村幸次郎ではなくて、まあ、この時に殺害されてしまった男性だったんですね。で、襲撃メンバーはですねこのその男性を、まあ、木村幸次郎と勘違いして、まあ、この殴る蹴るをしてですね、まあ、殺害します。でこの時にはこのクラブではその大きなパーティーが開かれたということでその500人600人の、まあ、客がいたんですね、まあ、ですがそのままそこをズカ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 入っていって、まあ、VIP ルームにいたこの男性を、まあ、殺害しました。で、実際この防犯カメラがですね、まあ、あらゆるところにありましたんでそこで、まあ、この金属バットなんかを持ってでこう歩いている関東連合のメンバーが映ってたりとかあとはアルファード2台に乗り分けてですねこの現場までやってきた映像があったりとか、まあ、そういったものがあったので、警察はこのメンバーを片っ端から捕まえてきます。でメンバーの中にはですね、まあ、自ら警察に行った人たちもいました。ですが首謀者とされる見立て新一のみが、まあ、その後、まあ、フィリピンの方に渡ってしまって、まあ、現在も見つかっていないということなんです。でこのフィリピンに行くのもですねこの最初韓国に行ってですねほんで中国に行ってほんでハワイに行ってほんでもう一回フィリピンに行くみたいな、まあ、なんかそういう複雑な生き方をして、今でもちなみにフィリピンはこの容疑者の引き渡し条約がないので、まあ、それを知ってですねフィリピンに逃亡して今も潜伏してるんじゃないかと、まあ、いうようなことが言われています。まあ、ですがこの実質のトップがですねもう海外に逃亡してしまって、まあ、その後ですね、まあ、メンバーの多くもですね、まあ、この事件によって逮捕されました。
ので、例えばですね、石本なんかは懲役15年になってます。だから出てくるのが2030何年とか、まあ、そんな感じだと思います。ですが結構この何人かのメンバーはですね2022年今年ですね、結構懲役15年13年12年とか11年とか10年とか8年とかバラバラなんですけども、何人かはですね今年出てくるんじゃないかと、まあ、いうようなことは言われています。で、まあ、関東連合のその後なんですけれども、先週もちょっと言ったかな、例えばメンバーの一人で松島茂というメンバーは、その AV 会社をまた別に設立しましてですね、で、AV 監督をやったりとか、ネズミ先輩をプロデュースしたりとか、まあ、そんなこともやってましたが、その後ヤクザにもなりましてですね、今はなんか服役してんのかな、確かそんな感じです。で伊藤リオンもヤクザになりまして、でなんか沖縄の方でよう喧嘩してる映像が出てきてます。で今はちょっと何してるかちょっとわからんような状態ですね。で柴田大輔という、関東連合いびつな絆という、まあ、本を工藤昭雄かなんかそういうペンネームで書いたりしてて、テレビとかにも出てるんですけども、まあ、この人は確か去年かな、何かこう薬のオーバードーズみたいなもので亡くなってしまいました。で、木村兄弟はですね、瓜田純氏の YouTube に、まあ、お兄さんが一瞬出たみたいなんで話題になってました。ですが弟の方を含めですね、今何してるかっていうのはちょっと分かってないような状態です。で、関東連合メンバーではないんですけども、この瓜田純氏は、今ですね、YouTuber 兼作家兼格闘家として、まあ、活躍してます。まあ、一番いろいろ活躍してんじゃないですかね。あの顔面にタトゥー入りまくった東京リベンジャーズのドラケンのモデルになったと言われてる人ですね。で川名剛ですね、まあ、もともとその、関東連合 の幹部やった人間なんですけども、実はこの男もですね、で、まあ、関東連合のと芸能界とのつながりを強くしたきっかけになった人物ですね。でこの人物も実はその何年か前からもう姿が分からなくなっていると、まあ、いうようなことなんですね。でやっぱりこう結構ひどいこともしてた人たちなんで、まあ、このいろんなトラブルがですね今もまだ続いてるんだろうなと、まあ、いうようなことを思いました。で、最後にですね、ちょっとその、まあ、芸能界とのつながりというか、こういろんな何ですかね、このモデルになってるんですね、メンバーが。なのでそのあたりをちょっとお話しできてなかった部分をお話しできたらなと思ってます。何だったろう、もう結構言うたかな、見たては、あ、言ってますね、ごめんなさい、結構言ってますね、はい、ですね、はい、あ、こんなところでした、大変失礼しました。前回と今回の2回に分けてですね、関東連合のお話をさせていただきました。興味のある方はですね、何見ご覧になるのが一番いいかな。一つはやっぱりあれですね、この瓜田純氏さんの遺書というのを読んでいただくのが一番じゃないかなと思っています。で、あとはですね、亡くなっちゃったんですけど、柴田大輔の関東連合いびつな絆ですかね、このあたりを読んでもらったら分かりやすいかなと思います。でそれ以外にもですね、まあ YouTube、まあ、それ読んでからの方が分かりやすいかなというようなことを感じました。そうですね、はい、本当にたくさんの情報がありますんで、ご興味のある方はもう存分に見ていただけると思います。前回今回に分けて、関東連合事件をお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。